はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビージです。今回はプレイステーションのゲーム帝徳の決断3パープキット真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。ラインの制圧作戦を進めていたところ、一度撃退したはずのアメリカ軍太平洋艦隊がハワイに進出してきていることを確認、主力艦隊をハワイに集結させて、このアメリカ軍太平洋艦隊の撃滅、さらには西海岸へ突入というね、壮大な作戦を今回は行っていきたいというふうに思っています。投入する艦隊ご紹介しておきましょう。すでにハワイに集結しています。第二艦隊。これは南雲さんの艦隊ですね。正規空母6隻からなる、いわゆる機動部隊ですね。続いて第6艦隊です。ここも空母、入っていますが、心臓の正規空母2隻、軽空母2隻ということで、ちょっと懸念点としてはですね、航空隊の、いわゆる練度ですね。これが低い状態なので、これがね、ちょっとどういうふうに機能してくれるかというのは少し疑問があるところです。ただね、航空戦力は非常に有用なので、しっかり使っていきましょう。そして第7艦隊。これは戦艦を中心とする艦隊です。特に第1戦隊、第2戦隊、ここにはですね、まずはヤマト入っています。第2戦隊の方にもですね、ナガトなんかもいたりする。戦艦がね、中心の艦隊ということになっています。そして第8艦隊と第9艦隊。これもね、投入をしていきたいと思います。目標はサンフランシスコ。では、ご紹介した艦隊を投入していきます。第10艦隊はですね、このままハワイに留まって、万が一、アメリカ軍太平洋艦隊が逆進してきてですね、ハワイを強襲してくるような場合には、この第10艦隊で死守をするという作戦になります。さあ、各艦隊、艦列を整えてご覧のように進撃をしています。サンフランシスコ第一目標になります。もしかしたらアメリカ軍の太平洋艦隊がね、展開する可能性がありますので、その場合には、主力空母撃滅を最優先にするという作戦にしたいと思います。はい。では、十分にサンフランシスコに接近しました。ここまで敵に蹴取られた様子はないですね。では、全372機、出撃をします。この一発目が重要ですからね。さらにサンフランシスコの近くにはロサンゼルスなんかもあったりするので、特にこの初戦サンフランシスコをできるだけね、航空隊の消耗が少ない状態で制圧する。これが重要になってくると思いますので、この初戦ね、しっかりと戦ってもらいたいと思います。目標としてはやっぱり敵の飛行場ですね。これがメインになってくるのかなというふうに思います。では、前期出撃です。敵の艦隊はこのサンフランシスコには入っていますそうですね。ただ敵の航空隊はやはり上がってはきているようです。数はそこまで多くはなさそうですね。はい。損害が、20機ほど、19機ですね。それに対して敵の守備隊を10、敵の直縁を2、落としています。ただ、砲台等はある程度、沈黙させることができたので、この後、ヤマト、ムサシの戦艦部隊をね、突入させることができる環境が整ったかなと思います。本次大戦で初のアメリカ本土攻撃に日本国中が湧き返っているということで、士気が上がっているということは言えるかなと思いますね。
懸念していたハワイに敵航空艦隊がやってきているという状況が出ています。これ本当に心配していた状況ですね。アメリカ軍の第一航空艦隊。おそらくこれミッドウェーに展開していたというか、寄港していたのかなと思われますね。守備隊が減らされています。これ直ちに撃滅するための準備をしなければいけないんですが、展開している艦隊がいかんせん少ないというのもあるので、ちょっと心配な状況ですね。まずは敵の位置を探りたいので哨戒活動に入ります。本土に戻ったのではなくミッドウェイでおそらく補給をしたんですね。アメリカ軍が戦局は悪化、アメリカ政府は総力戦を決定と、国民意識が69に下がっているということですね。まあ、サンフランシスコを落とせばまた状況も変わってくるのかなというふうに思います。敵艦隊の位置確認できました。基地航空隊で迎撃しましょう。敵43機まで撃ち減らしましたね。ただ揚陸隊、まあ、いわゆる陸戦隊が32、これに突入されるとハワイが陥落する恐れがあるので、ちょっとここが一番心配かな。急いでハワイの、守備の増強を行いたいんですが、さっきの防衛戦でかなり損害が出てしまっているというのもあって、なかなか思うように進んでいないですね。ちょっとでもとりあえず、航空機の数は増やしておきましょう。まあ、まさに総力戦というところになろうかと思います。であと一応ですね、艦隊に乗っていた陸戦隊を全部下ろして、ハワイの守備防衛に当たらせましょうか。あ、ちょっとでも防衛のための戦力ハワイに残すというのが狙いですね。少なくともアメリカ軍の第一航空艦隊の陸戦隊32がこの後強引にでも突入してくると思われるので、まあ、それを防ぎきるための陸戦隊をね、用意をしておきたいと思います。艦隊に乗っていた陸戦隊を全部下ろして45確保しました。これでちょっと様子を見ましょう。さらに第10艦隊は玉砕覚悟の特攻、アメリカ軍第一航空艦隊に突入戦を仕掛けてもらいたいと思います。その間にサンフランシスコを落とせれば万々歳ですね。では、南雲さんの機動部隊ですが、まあ、サンフランシスコに対して第二次攻撃仕掛けていきます。ここである程度敵基地を無力化することができれば、この後陸戦隊を送り込める状況が作れるかなと思います。まずは敵の直縁ですね。これ警戒しつつ、敵の守備隊。これを機銃相当。していきたいと思います。はい。戦果ご覧のような状況です。守備隊が多いな。敵の直縁の数はだいぶ減らしてきましたので、まあ、この後の戦艦部隊の突入、これがうまくはまればサンフランシスコを落とせる状況も作れるのかなと思います。ただもう少し、数を減らしてから陸戦隊を投入したいので、南雲さんの機動部隊の第3次攻撃、これが完了できたら陸戦隊を送り込んでいきましょう。では、サンフランシスコで激戦が続いてますが、ハワイの方でも激戦になりそうです。進行してきたアメリカ軍第一航空艦隊、これに対して残っていた第10艦隊が防衛に入ります。
ハワイの守備隊が45と増強したんですが、空母4隻からなるアメリカ軍第一航空艦隊、これの強襲を受けたらひとたまりもないという状況の中、戦況はあまりよろしくはないですが、陸戦隊32から29までちょっと減らすことができました。この要領ですね、この要領で敵の陸戦隊の数をちょっとでも減らします。さらに、アメリカ軍の艦隊がハワイに向けて、襲撃中ですね。ちょっと戦況があまり良くない状況になっています。まずはなんとかアメリカ軍の攻撃隊をね、退けていく必要があるという状況になっていますね。で、一方、サンフランシスコの方なんですけども、サンフランシスコの方はですね、周辺のサンディエゴ、ロサンゼルス、この辺りからも敵の航空隊が増援として飛んできているような状況があってですね、こちらもちょっと苦しい状況になりつつあります。さあ、ではサンフランシスコの方に移ります。ハワイの方に関して言うとですね、もう完全にミッドウェイを残しておいたのがあだとなって、ミッドウェイを中継基地にアメリカ軍がハワイに攻撃を仕掛けてきているという状況なんですが、サンフランシスコの方も今ご覧いただいている通りですね、サンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴ、この辺りの航空隊が一斉に日本艦隊を攻撃してきているという状況で、今第8艦隊が攻撃にさらされてますね。まあ、第8艦隊は、まあ、この際もうおとりになってもらってですね、その間にサンフランシスコを取ってしまいたいというふうに思います。では予定していたマグモさんの艦隊による第3次攻撃。この第3次攻撃の後、陸戦隊を一斉にサンフランシスコに上陸させていきたいと思いますので、まずここの第3次攻撃をしっかり完遂をしたいと思います。まあ、心配な状況というのは再三お伝えしているハワイですね。ハワイが落ちるとこのサンフランシスコを攻撃作戦の、まあ、いわゆる兵站が、壊滅するというような状況になりますので、まあ、作戦の中止やむを得ない状況になるかなと思いますので、ハワイはね、なんとか粘ってほしいなというふうに思っています。第三次攻撃、しています。この後、陸戦隊を投入していきます。できればもう一回ぐらいね、南雲さんの航空機で攻撃をしたかったところなんですけども、ちょっとその余裕もないかなというところですね。はい。残念ながらハワイが持ちこたえられませんでした。これ完全に作戦指揮のミスですね。まあ、やっぱりアメリカ軍の艦隊、これを完全に沈黙させてから西海岸の攻撃、それとアメリカ軍が補給する可能性のあるミッドウェイの攻略、この2つを先にやらないと西海岸攻略は夢のまた夢ですね。というわけで、ちょっと今回作戦がうまくいかなかった、良くなかったというところ大いにあったと思いますので、一旦時間を戻してですね、次回はミッドウェイ、これの攻略、そしてアメリカ軍の太平洋艦隊、これを完全に沈黙撃滅させるという作戦を行っていきたいと思います。ちょっと甘かったですね、作戦が。